ということで今回はこのスーパーマリオパーティーをやっていきたいと思います。よし。なんかね、普段のコントローラーじゃなくてね、ジョイコンの方やけん、ちょっとね扱いづらいかもしれない。はい、任天堂スイッチ本体1台、遊ぶ人数1人 OK。 私普段コントローラーしか使わんけんな。誰が一番のスーパースターかを散々争ってきたマリオたち、しかしまだ誰が一番か決まっていませんでした。今度こそ本気でスーパースターを決めようとマリオが言うと、スーパースターを決める。みんな納得して真のスーパースターを決めることになりました。張り切っとるね。お、ディディがおる。皆さんの熱い気持ちしっかり受け止めました。今回こそ一番のスターを決めましょうね。キノピコかわいい。私たち二人がスタッフとして仕切らせていただきます。あ、なるほど、この二人が開催者ということ。それでは早速始めま。お、待て待て待て、これはクッパですよね。我が輩たちもスーパースターになる権利があるはずだ。悪役なのに。なあお前たち。お、みんな引き連れてきてる。誰一番右端の子可愛いんだけど。女の子がいるよ、なんか。誰？可愛い。スタッフがキノピオたちでは頼りないな。カメック。お、お前もスタッフになれ。厳しくジャッジするのだ。これはクッパに有利になるんじゃ。お任せください。ただしやるからにはクッパ様にも手加減しませんよ。お、コースエア。いいね。いいね、いいね。では会場を作りますので少々お待ちください。今から会場を作るんすか？え、それはちょっと遅くない？はや！皆さん完成しまして、これは何日かかったんだ？すごい！蝶ネクタイ。最高の会場！キッキッキッキ。もうすっかり打ち解けとるやん。ね、三人揃って蝶ネクタイとかしちゃって。キノピオいっぱい。キノピオいっぱい。お、ここがステージ？なんか、えらい小さいけど。さあ、真のスーパースターを決めるパーティーを始めましょう。おー。なに、みんなめっちゃカメラ目線やん、やば。はい、スーパーマリオパーティー。ボタンがどこだって、これか、こ、ん、どこだ、 SLSR ボタン、あ、これね、なるほど、はいはい。ボタン操作から、ボタン操作から分かっていない。私は姫を使っていこうと思うんだけど、さあ、ピーチかデイジーかロゼッタにしよう。ピーチで行こうかな。よし、行きます。ピーチで OK。あ、すげえ、動かせる。なになに？パーティープラザへようこそ。誰とパーティーに参加しますか？あ、なるほど、選ぶ。普通、強い、すごく強い。普通にしよう、とりあえず。よしよし、マリオパーティーに行きたいよ。なるほど。じゃ、この中からとりあえず。この中からじゃない、このメンバーで行くのか。最近会場で流行っているポーズをお知らせしますね。早速やってみてください。タイミング合わせてみんなでシェイク。シェイク。お、あ、間違えた、間違えた、めっちゃ振るんかと思った。なんかタイミング合わせてね。ナイス、イエイ。てか最近会場で流行ってるって、さっき会場できたばっかじゃないの。なんだか前より仲良くなれた感じがしませんか？多分分からんけど。では良いパーティーを。いってらっしゃい。行ってきます。お、何、あ、メンバーチェンジの時は私のところにしても来てくださいね。なるほど。今度こそ、行ってらっしゃい。行ってきます。動けるの？あ、動ける、動ける。話す、あ、ごめんね。なんか準備運動しだしたけど。めっちゃ踏めるやん。ペイチさん、どうされました？あ、全然何もないです。はい。何でもないです。そうですか。話せて嬉しかったです。まあね、姫だからね。普通なら、あ、回収出ません、出ません。待って。じゃあ入りましょう。あ、ピーチさん。は？姫だよ。さん付けか？今回のパーティーは盛りだくさんなので便利なアイテムを用意したんです。お、なになに？それがこれ。キノパッドです。かわいい、欲しいんやけど。どうぞ受け取ってください。
吸収された顔面に吸収された。お、キノパッド。ふんふんふん。お知らせ、キノパッドが使えるようになりました。マップなど便利なアプリがいっぱいです。同じボタンを押すとパーティープラザに戻れますよ。マリオパーティー、マリオパーティー2 on 2、なんかいろいろある。リバーサバイバル、なりきりビート、ミニゲームモード、オンラインアスロン、入り口、入り口。でとりあえずマリオパーティーかな、スゴロク。はい、サイコロで遊ぶスゴロク、一番多くスターを集めた人が優勝。あ、なるほど、あの真ん中のところに行けばいいってことか。これで始めるんじゃなくて、これマップネタなの。オッケーオッケー。赤いところ、あれね。じゃあ行きます。お、めっちゃ手振り寄る。やっぱり最初はマリオパーティーですよね。いってらっしゃい。行ってきます。あ、なに？途中でやめるときは、ジョイコンのプラスマイナスキー。キーじゃないね。プラスマイナスボタンを押してくださいね。うん。マリオパーティー、スゴロク、サイコロで遊ぶスゴロク、一番多くスターを集めた人が優勝。対戦4人、なんかいろいろあるっぽいけど、とりあえず、一番最初の、バッタンのドミノ遺跡、ドミノ遺跡手前のルートを抜けられるか。これをやっていこう。10ターン約60分。20ターン。10ターンが一番短いんかな。じゃあ60分。はい、これをやっていきましょう。バッタンのドミノ遺跡スタート。一番短いのと結構かかるんやね。15分ぐらいかと思った。はい、来たー。バッタン。私これ結構最近、結構最近名前を知ったばっかりやけんね。私すべてドッスンやと思っとったけん。ようこそ、冒険者の皆さん。いよいよ始まりの冒険ですね。この場所は初めてですか？初めてです。ここは謎に包まれた古代遺跡。一体どんな場所なんでしょうか？身の毛もよだつ罠に。へえ、潰される。行く手を塞ぐ大きなバッタン。通せんぼだ。絶対に通さんぞ。でも、コインをくれたら通してやろう。なんだそれ。なんと恐ろしい場所なんでしょう。いやー、これは大変な冒険になりそうですね。めっちゃ一言。ところで皆さん、冒険のルール聞きたいですか？ルール説明と一応聞いとくか、最初だからね。お、カメック。サイコロを振って進んでいきます。そこ説明機のピオなんや。あ、なるほどね。画面を変える役目ね。いろいろマスに止まってコインをゲットしましょう。マイナスのマスに注意。ミニゲームに勝てばコインを大量にゲット。マイナスのマスはコインを取られるってことかな。しかしコインを集めれば勝てるほど甘くありません。コインなくてもスターが取れればとりあえずいいってことやろ。勝利の鍵はこのスター、たくさん集めた人が勝ちです。たくさん、あ、1回で終わりなわけじゃないんや。まあ、1回で終わりやったら60分もかからんか。すごろく100万コインを持っていても1つのスターに負けることもあります。まさにスターを制する者が冒険を制すると言えるでしょう。なるほど。それではサイコロで進む順番を決めましょう。よしこーい。はっ、あ、5番目なんてこと。まあ、早めに振らんかったのもあれやね。1番ヨッシーさん、あ、私2番、5番じゃなかった。見間違い見間違いですか。3番マリオさん、最初に振ると関係ないか。4番マリオさんとなります。ここで5コインプレゼントを。お、ありがとう。さて、勝利の鍵を握りした一つ目はどこにあるんでしょう。あ、場所変わるんやね。キノピコー。なるほど。キノピコがゴールにいてくれるわけが。ここですよ。ピッカピカのスターが待ってます。コインを集めてきてくださいね。かわいい。行きます。これから誰が一番たくさんスターを集めるんでしょうか。熱い冒険のスタートです。あ、じゃあゴールがどうこうとかっていうよりは、もうほんと、時間で遊ぶって感じなんかな。よし、スタート。かわいい。とりあえず、かわいい。あ、でもターンは何？ 10 回までしかないの、一応。もうそんなに60分もかかるかな。お、ゴールドキノコ、パワフルダッシュキノコ。パワフルダッシュキノコっていうのか。なるほど。イエーイ。ピーチスタート。ノーマルサイコロとピーチサイコロ。ピーチサイコロゼロがあるね。まあ、とりあえず、ノーマルでいきますか。よしこーい。
4。まあまあ、まあまあの出だすじゃない？何これ？ハプニング！あ、バッタン大移動。道が変わった。なるほど。さっきのヨッシーとは違う方向に進んでいくわけか、私は。あ、星まで12とか出とんやね。星、スターまで。1! どんまい？どんまいマリオ。あ、なに？なんでもない普通の場所でもコインもらえるん。そして、ワリオ。6。めっちゃ進むやん。いいな。あ、押しのけられた。3コインで通してやろう。あ、近道とか、スターがある場所にたどり着けんとかあるんかな。方向が変わったら。あれは？ずっと動いたまんま？もう3つ変わったの？隠しブロックカード。運が良ければスターが出るかも。え？あそこまでたどり着かなくてもってこと？お、ミニゲーム。4人でミニゲーム。よし。あ、なんかいろいろ人数があるのか。キノピオマトリオシカ。かわいい。たくさん重なっているのを選べ。シャッフルの時に目を離すな。あ、なるほど、なるほど、そういう感じ。カーソル移動と決定のみ。OK です。準備 OK。行きましょう。何言ってるかわからないよ。はい。うん、え？あれよね、最初の一番真ん中のやつよね。あー待って。あーわからない。待って、一番、これじゃない？これでしょ。え、違う？どうよ。お？おー、やったね。やったね、やっぱり。フィニッシュ。イエーイ。やったね。なんかすごい、広い家やね。どこ？どこ？キノピオの家？やった。おー、コインが8枚もらえた。リザルトファースト。なるほど、これでも順位がつくんやね。あ、スターの数と、コインの数両方で、なんか順位がいろいろあるわけや。でもこれってさ、キャラクター独特のサイコロの方はさ、あれじゃない？なんか、普通のサイコロよりも、なんか、なんていうん？目が大きくなかったら使う意味なんかそんななくない？そうそう。ふんふん。まあ、このキーの左右でサイコロ選べますよ。見た。見たよ。ほら、だって2と4と6しかなくって、0。まあ、とりあえず使ってみる。0じゃないことを祈りつつ。あ、もうあれ、避けたままなんやね、やっぱりバッターも。4! あ、でも偶数だけ出したいとかそういう場合にはその方がいいか。遺跡の奥へ。え、これは？どっちなの？とりあえず、みんな違う方向行ってみようかな。どうせあそこで一緒になるよね。お、パタパタ、5コインでライバルがいるマスまで運んであげるよ。いや、いいです、いいです。また来てねー。あれは取るだけでいいんやね。うおー、またしてもハプニング。なんだ？まあ、ハプニング悪いことばっかじゃないもんね。宝箱を選べ。てれれ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 。これ。あ、やったー！コイン10個ー。あ、これ、あれは開いたままなんや。なるほど、全員での共有の宝箱ってことなんやね。3。マリオ刻んでいくね。お、ハプニング来たよ。バッタン大移動。私はもうそこは通り抜けたから、関係ない。はい、ワリオスタート。あ、隠しブロックカード使うの？え？どうなるの？これスターじゃなかったら何？え？おお、違う。なんだなんだ？あ、コイン。なるほどね。まあ、損は何もないってことやね。なるほど。いいやん。隠しブロックカードめっちゃいいやん。4。あー、なんかワリオが一番にゴールしそう。私ちょっと近道行けたかなと思ったのに。なに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 ？なんとワリオさんが隠しブロックを見つけました。やめてー。お、コインですか？でもコインめっちゃ稼ぐやん。ずる
え、めっちゃずるい。お、ミニゲーム。え、1対 3? なに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 、私なんか一人にされたんだけど、ボムミントン。鉄のテニス。え、ライバルのコートにボムを落とそう。ボムを落とすときに、ほう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 。方向を決められる。移動、ラケットを振る。いや、私不利じゃない？私めっちゃ不利じゃない。ここで練習できるんや。なるほど、そういう感じか。あ、なるほどね。今初めて知った。頑張ります。あ、でもその分ラケットがでかいけんね。はっ。や、やめてー。ちょ、待って待って待って、全然跳ね返せないんだけど。あー、ちょ、待って、全然跳ね返せないんだけど。やばい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 。なんかあれ、バドミントン、なんか、ハゴ板みたい。あー、落ちるー。ちょ、待って。下手くそか。練習の時の方が良かったような気がする。あー、これは、どうなん？勝ってる。待って、これ勝利条件なんだった。ちょっといまいち分かってなかったんやけど。多く相手のとこに落としたらいいってこと？わからない。わからないわ。とりあえず勝てた。なんかこう、気持ち的には何も勝ててなかったけど。結果的には勝ててたし、なんか一応、ね、ワリオあんだけコイン稼ぎよったけん1位かと思ったけど、私1位だったわ。やった。はい。ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。